黒田氏の国会発言を受けてマーケットではは円安株高が加速しましまた中継でです、はい黒田氏の発言でマーケットでは金融緩和への期待感が改めて高くなりました株価は一時4年5ヶ月ぶりの高値になっています為替市場ではデフレ脱却に向けてやれることは何でもやるという黒田氏の発言直後円安が進みました 次の総裁の下で日銀が追加の金融緩和に動くという思惑が広がったためですこの円安などを材料に平均株価は一時160円以上値上がりしました取引時間中に1万1700円台に乗せるのは2008年9月以来のことです株式や土地などの資産を多く持つ不動産や銀行などの値上がりが目立っています ヨーロッパの不安は依然としてくすぶっているものの、東京市場では今月中の1万2000円台も見えています。